1> 声、一つ目。たまたま愛知県安城市の大島テルの事故物件の情報を見ていたら、社員寮で自殺が2件あった。お疲れ様です。社畜ジャパンです。今日は山崎製パンを辞めた20名の声をお届けします。声、二つ目。 まず、山崎製パンの年収関係を見ていきましょう。有価証券報告書によると、平均年齢は38歳、平均年間給は558万円とのことでした。また、就職指標によれば、平均年齢は38歳、総合職の平均年収は690万円とのことでした。また、その他の福利厚生として、旅費は3000円から6000円と格安だが、原則2人部屋。工場内には健康管理室があり、産業医がいる。社食は補助がつき、1食200円から300円程度。 さらに上限は100万円だが、社内預金制度で金利が2%もつく。その他給料に関する口コミの傾向として、基本給は低いが、とにかく残業代で稼ぎ倒す。また高卒でも課長になれば、年収1000万円は超えるという書き込みが目立ちました。声、3つ目。 正社員製造残業代ありきの工程を組んで残業手当込みでやっと他社水準に追いつく数字だけ見ると見栄えがいいのはそういうからくり組合は御用組合としか言いようがないくらい何もしない組合費ばかり絞り取って腹が立つ球技大会の打ち合わせばっかりやってないで働いてほしい声四つ目 正社員、製造。製造現場は基本12時間で終わらなかったらサビザン。常に仕事に追われ、1日の休憩は10分程度しかなかったが、勤怠は1時間半で切らされていた。労働環境も劣悪で、重度のやけどや骨折をしている人を何人も見てきた。ただ、労災申請は誰もできず、もし申請するとその分給与が減らされるので我慢するしかなかった。肌感覚では入社5年で6、7割が退社しているし、僕自身この会社に入ったことを後悔している。声、5つ目。 正社員、製造、女性。洋菓子館にいた時は、冬場は戦慄と恐怖の時期だった。毎日のように労働時間は長く、当然残業ありきの創業。休憩時間も短く、残業が100時間を超える人もいた。かつてと比べると労働環境も良くなったと思うが、窓のない部屋で朝から晩まで同じ作業を繰り返す。当然体調を崩す人もたくさんいましたし、自分が壊れなくて本当に良かったと思う。声、6つ目。 正社員製造。労災も多かったし、労災隠しも多かったな。本人からも聞いたし、一つ手で,でも何件も聞いた。そもそもバイトは労災が使えることも説明されていない。俺なんて目に油が入ったのを自分の保険で活かされた。怪我した時は課長が自腹で治療費を出して、通院数回目には、またですかいつまでかかるんですかって言われた。自腹ってのが恐ろしいが、労災を使えない会社っておかしいよ。声、7つ目。 ここで茨城新聞の記事を一件引用いたします。2015年11月3日の記事です。2日午前11時頃、小賀市の山崎製パン小賀工場で同工場の社員の男性が小麦の貯蔵タンクを製造中、タンクからコンクリート製の地面に転落した。男性は頭を強く打って病院に運ばれたが、警察は3日死亡したと発表した。声8個目。単発派遣製造女性。去年まで単発派遣で勤務していました。正直かなり厳しく、メンタルも体もボロボロになってしまった。 臭いし暑く、LINE に入ると休憩以外トイレに行けない。よほどお金が必要でない限り行かない方がいい職場。高圧的な社員も多く、おそらくは長時間労働で疲れ切って余裕がないんだと思う。声、9個目。正社員ルートセールス。毎日パンやジュースなどお客様のところへ運び、毎週2回の集金も担当していた。 運転が好きという理由で自分から進んで手を挙げたが後でとても後悔した予算未達なら自爆営業しないといけないしクリスマスの日は体が震えるくらいの絶望続いて餅と空箱回収が待っておりここを乗り越えればやっと落ち着いてお正月を迎えることができる声10個目 正社員製造。自動化が進まないのではなく、製品開発がアホなので、自動化できないような商品ばかり開発する。同期も大体3、4年で辞める人が多く、先輩たちは疲れ切ってやりがいなど1ミリも感じていない。上司に理不尽な理由で怒鳴られることも多く辛かった。仕事が過酷だから平日は寝て終わりで、パンよりも仕事だけ人間の方がよく作られている。金がもらえるから続けていたが、今でもこの会社で働いていた時のことがトラウマ。声、11個目。 従業員の親族の証言。一つ違いのいとこが高卒で入社。ここで骨を埋めてやると言っていたが、親ほど離れた先輩がヒステリックな人で口をこぼすようになっていった。挙句の果てには死にたいなんて言葉が出始め、その後労災を起こして休業。その労災は体の一部を失うほどの大事故でしたが、仕事を休めたということで休業中はほっとしていた。体の一部を失うことよりも怖い職場とは何か、私には全く想像できない。声、十二個目。 正社員、本社勤務。5年前まで東京と中田区の本社で勤務していました。会社名は誰でも知っているし、年収も人に言っても全く恥ずかしくないレベルだった。ただ本社も強烈な縦社会、体育会系で、名誉の人に意見すると、周りにも連帯責任として被害が及ぶ。とにかく上の人には何も言えない会社の体質。おそらく令和の時代でもこの体制は変わっていないと思う。声、13個目。正社員、製造、女性。二交体制であり、12時間勤務。 休憩は確かにあるはずだが、日によって時間はずれるし、忙しいと10分程度でトイレに行っている間に終わる。水分補給をするように指導されていたが、周りの目が怖くて作業中はずっと喉が渇いていた。これが嘘だと思うならバイトをやってみたらいい。すべてわかるから。声、14個目。ここで製造現場の口コミの傾向及び内容をまとめました。製造現場はとにかくハードワーク。 立ちっぱなしで12時間の仕事であり、仕事が終わったら体力はゼロ。パンやケーキが食べ放題。茹で上がった餅 20kg など重いものを毎日運ぶ。5月頃から工場内は40度近くになり、熱中症の危険がある。次から次にラインを流れてくるパンやシュークリーム、ドーナツなどをスピーディーにさばかないといけない。声、15個目。正社員、製造、女性。育休や産休、時短などの制度は整っているが、現場だと毎日汗だくになるので体力を消耗する。 ただ現場で働く女性性社員はおらず、ほとんどがパートさんやアルバイト。年齢を重ねるとどうしても体力的に厳しい点があるのではないでしょうか。子育てをしながらの力仕事と立ち仕事はあまりにも体への負担が大きすぎる。声16個目 アルバイト、製造。短期間の工場バイトとしてはあり。パンは食べ放題で、中高年でも雇ってもらえるのはありがたかった。ただ仕事はきちんと教えてくれないし、ボコボコに破壊されたロッカーがあちこちにある。お餅は 20kg 近くあり、半端なく重いし、腰痛持ちだったので非常にきつかった。パン祭りが終わると辞めるバイトが増え、社員と過ごす時間が増えるので、居心地は大変悪い。声、17個目。系列会社、派遣社員。 系列の会社に1年くらい派遣で働いていました。ただ半年間で体重は 10kg 減。自分が壊れるギリギリのタイミングで何とか全てを放り出して逃げることができたので本当に良かったです。あのまま働いていたら自分がどうなっていたのか怖くて想像したくありません。声18個目と声19個目についてはやりがいの声を取り上げます。ネガティブな意見が多いのでポジティブな意見も取り上げます。 正社員ルートセールス、勤務時間の例として、朝の2時から11時、朝の3時から12時、朝の4時から13時などでトラックで配達しています。さすがに最近は残業がうるさく、80時間を超えることはなくなった。とは言っても、配達時間が押しているときは休憩を削って配達。運転が好きな人にとってみれば残業代もそこそこもらえるので非常に嬉しい環境。声、19個目、やりがい。正社員研究、内容は入社理由ややりがい、引用は会社のホームページです。 子供から大人まであらゆる世代の方に食べて感じる感動をお届けできる。これが入社の決め手になりました。美味しい製品を最高の品質で出荷できるようにと込める思いは焼きたてのパンのように熱々です。一番美味しい状態で食べていただけるように製パン工程を科学的に捉えて今ある課題を一つ一つ解決。さらに新製品、新技術を開発していく。終わりだけ戦いですが、よりたくさんの美味しい感動を届けられる研究をできることにやりがいを感じます。声、20個目。 これで最後です。正社員製造。高校を卒業後、正社員で2年間現場で働いていました。正月、ゴールデンウィーク、お盆休みなんてものはなく、1年中働いていました。まとまった休みはなく、3連休があれば泣いて喜んでいた。製造現場はとにかく気温が高く、何度熱中症になりかけたのか覚えていません。やめて自衛隊に入りましたが、自衛隊が天国のように感じました。以上が山崎製パンを辞めた20名の声でした。皆さん、どう思われましたか ぜひコメントで感想を教えてください。はい。本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんにお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひぜひこちらをクリックしていただいてチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。では、さようなら。